アルバート・ジェームズ・キャンベルは、アメリカ合衆国の政治家、民主党員、モンタナ州選出のアメリカ合衆国会議員を一起、務めた。1857年12月12日、キャンベルは、ミシガン州ポンティアックで生まれた。地元の学校を卒業後、ランシングの州立農業大学に通った。卒業後は、教師として働きながら、法律の勉強を続け、 1881年に弁護士資格を取得し、ミシガン州オックスフォードで活動した。1882年、ミシガン州クラークに移り、弁護士としての活動を再開した。1886年、ミシガン州レイク軍の検事を務めたが、1888年に辞任した。1897年、モンタナ州下院議員を務めた。キャンベルは民主党から、 会員議員選挙に出馬し、共和党のトーマス・シー・マーシャル、人民党の T.S. ガンを破り、当選を果たした。1900年選挙には出馬せず、政界を引退。モンタナ州ビュートで、弁護士業を再開した。1907年8月9日、ニューヨーク市で死去。モンタナ州ビュートのマウントモーリア墓地に埋葬された。ありがとうございます。